家が太った。びっくりしたー。NPC が、NPC より怖い。待って、なんでなんでここにいるの。ごめんなさい。ここはもう行こう。カイビ、行くよ。カイビ、危ない、そこは。あっ、やばい人だ。これはやばい。これはまずい。ここに逃げよう。やばない。カイビ、やめろ。絶対やめろ。やめてヤマンバかなんかパニックなってるやん。ちょっとカルビちゃんに謝ってこよう。姫できたー。ちょ、違う、聞いて聞いて聞いて。さっき、はい、さっきは意地悪してごめん。これあげる。え、これもあげる。え、さっきは意地悪してごめんね。やれって、カルビ見つけたら殺せって脅されてて、誰かは言えないけどごめん、それだけ。さよなら。え、え、よし。ヤンキー猫理論みたいになってそうだな。誰が使うんこのピクルス。ピクルスはね、人が食べるとあのまずいんだけど馬とかは問題なく食べるから馬にあげるといいよ、うん、あそうなんだ。馬用って割り切った方がいいかも。なんかいい情報くれるじゃん。やっぱ困った時はね、お互い様だよ。いやダメだ、違う、落ちたってゲーム。カナカナいるか。あ、ごめん、なんか一瞬落ちてた。カナカナみたいに無言の、あ、カナカナみたいにね、うん、圧がある人になりたいんだよ、私は。いやでもね、それで言うと僕だって圧好きで出してるわけじゃないんだよね。もう出てんのよ、体から。塞いでも塞いでも。あ、勝手に出ちゃうんだ。そうなんだよね。それって困ってるの。まあ、どっちかっていうと悩みの類ではあるかも。あ、そうなんだ。いや私はね、うん、カナカナみたいになりたいって思ってるんだよね。じゃあよく舐められるからさ、とりあえずなんか喋る前に一発殴った方がいいよ。だあ、いやこれでアイコ、うん、これで引き分け。仲良くしよう。いいよ、アイコね。仲良くしよう。これで引き分けな。わかったわかったわかった。うん、これでアイコ。わかったわかった。ここで死ぬのはまずい。あ、ここでさっきのメディックキットが役に立つ。そういうことなんだよね。ありがとう。いや、それを見透かしてくれたんだよね。そう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 。そうだよね。うん、うん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 。でも無理だよ、僕には。なんか何か普通の人ってなんかあの殴り銃、今銃と近接じゃない、メイスじゃない。でも僕の方が強いじゃん、武器的に。そうだね、うん、でもそう簡単にね、引き金引けないから普通の人は。そうだね。ただ僕とか気にしない人とかもいる。多分僕とか笹さんとかはもうすぐ撃っちゃうから、そういう人にはダメだけど、うん、じゃあちょっとカルビ行ってみよう。あ、じゃあカルビ、アリケンのとこ行ってみよう。アリケンのところ、うん、やりに行こう、アリケンを。そのバシッてで、いや冗談だよ冗談だよって。行こう。よし、預けて預けて行こう。よしよし、大丈夫、荷物大丈夫。うん、荷物やばいけど、そしたらそしたらね、うん、取られないようにしてくれな。分かった分かった分かった。私が殺されたらやってくれるか。任せて任せて。ん、あ、ラグが多分あるの。そうだね。いきなり当てちゃダメだよ。こいつ外したって相手に思わせて、うん、わざと空振るの一回。なるほどね。あ、カルビちゃん、ナズピちゃん、ナズピちゃん、今アリケンさんいる？アリケンさん、え、ファンタやん。え、やっぱり死ぬ。え、何これ。
ね、やばい、じゃあジャンプしよう、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 水くれ、誰か、ジャンプしよう、ジャンプしよう、アルティ、アルティテーマ、アルティテーマ、助けて、ガチしとるやん。え、もしかしてやった姫、え、え、誰、姫も死んじゃった、やってないよ。これ自然死だ。なんか水がない、やばい、死んじゃうって言って死んでってた。でも僕は姫がやったんじゃないかなって思うけどな。やってない。そうやカルビちゃんはもう。そんなの良くないよ。よしよしよし。構成したんだもんね。構成してたんだ。やっぱだ、構成したとか言われたら舐められてるカルビ、それは。構成したとか言われてんのはマジで舐められてるね。いやじゃあ多分だけど CR から厳重注意されたのってあれじゃない、あのパス抜きとかの話でしょ多分。あれ人を撃ったりしちゃダメっていう話じゃないでしょ多分。今日クズもパス抜きしてた。まあパス抜きのさ規模感によるんじゃない、悪質性というか。クズは割とそういうラインちゃんと分かっておいてやってるイメージあるから大丈夫でしょ。あ、パス変更も確か、まあオフライン連動ダメだからそもそも。僕もクズハンチだったらパス抜きするかもしれんね。姫は誰とやってるの？するかもしれんって聞こえた。スパンミン。ああ、どこ住んでるの？真ん中。真ん中あたり、真ん中らへんなんだ。そう、真ん中らへんのね、集合住宅みたいな方に住んでるんだ。いいね、平和そうでいいね。すっごいな、自販機。え、またまたたまに遊びに来てね。ここ人あんまいなくて寂しいから。お前もしかして、お前もしかしてパス抜きしようとしてるか。いや、してないしてない。なんか私の家、重みがあるね、姫が言うと。言葉の重みが尋常じゃないな。いや、そうだよ。今空気変わったね、ここの。そうだよ、私はね、うん、私はね、もうビンゴだからさ、リーチね、私は何もしないよ。ビンゴアウトなんだよね、実は。そう、リーチなんだ、リーチなんだよ。まあそうだよね、あのパス、そう、なんかビンゴじゃない、カルビちゃんが厳重注意されたんだよってコメントが言ってて、パス抜きとかそういう悪質な行為がダメってだけで殺す分にはいいと思うけどねって話をしてたの、コメントと。なるほどね。そうで、今日クズハがパス抜きしたらしいんだよ、人を、人の家を。いや、そうなんだよ。でも、まあ、そうなんだよ。確かに仲良かったら僕でもパス抜きするなって。お前の相方クズハンチだったら僕もパス、あ、今触れちゃったね、激凛に。どういうこと？ん？今、お前って言ったよね。ん？あー、そういうことね。そういうことね。ちょっととりあえずお金預けよう。死ぬ準備やめて。やんのね。いや、そうだね、必死なんだよ私は。え、何を取りに来てるの、ここに。何が欲しくて来てるの。いや、お金貯めてるんだよ。これあげるよ、じゃあ。え、ちょっとしかないから、手持ちこんだけしかないから。あとこれ砕いておいで。じゃあこれでも嬉しいよ私は。いや、これね、ちょっと待って、よかった。そんなに喜んでもらえると思ってなかった。よかったよかった。欲しかったんだよ。よかったよかったよかった。ありがとうな。あ、パス、待って、パス抜きされたの姫の家なんだ。いや、そうなんです。でも、いや違う、私の家じゃない。いや、私の家ではない。あ、そうなの？違う。あ、そうなんだ。違う。うん。これ、いや違う。ないなんか隠そう。いや、だ、パスワード変えよう。大丈夫だよ、僕仲間だから、味方だから。姫、なんか困ったらいつでも言っておいで。
そう、パスワードが2434なのは今の会話でなんとなくわかるけど、僕何もしないから。そうだよね。うん。すごいね。確かに。よく2、4、3。のところは、いや違うんだよ。もう家にね住んだらね、それになってたんだよ。勝手に。あらかじめね。何かなかんとこ何？かなかんのとこそれで開けてみてもいい？あ、いいよ。開かないかなそれじゃ。開かないと思うけど。僕の家全部の部屋パスワード違うから。え、いや、やっぱそうだよね。いや、カナカナはすげーの。カナカナはすごい学んでる。いや、そうなんだよ。一回ね、突破するとね、パスワードを変えない。それってすごいね、バカなことなんだよね。そうだね。そうなんだよ、だからね。そうだよね、そうだよね。私たちの王のね、スタミナバカなんだよ、本当に。なんで変えてくれないの、パスワード。いやだってそれで設定したもん、あいつだからな。あ、じゃあちょ逆にさ、それを利用してさ、トラップにしたら、開けたら中に罠があって出れなくなって物資落とすしかないみたいな。だって不法侵入した側が悪いじゃん。ってこと？あ、じゃあそのよその人がね、うんうん、不法侵入してきたやつの方が悪いじゃん絶対。あ、よその人がね。そうそう。うんうん、悪い。でなんか罠とか置くと悪質に見えちゃうかもしれないから、わざと上がれないマスにしとくのよ。はしごがないと上がれない作りにしといて、そしたらもう餓死するしかないから。そしたらもう仕方ないよね、勝手に入って落ちたのが悪いからね。そうだよね。そうそうそう、頑張ってね。うんうん、とりあえずパスワード変えるわ。それがいい。多分だけど理解できなかったんだと思う。